こちらの犬は。ああ、俺の相棒のラピードだ。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそってラピードが何言ったか分かったのか。いえ、全然。あ、そりゃそうだよな。ユーリを追ってきた騎士でしょうか。どうかな。まあんま目立たないようにな。はい、私も早くフレンに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますか。本当に分かってるのかね。はい、いらっしゃい。今日はいい品入ってるよ。かの剣将アッサムが売ったスキルの宿った名剣だ。旅をするならスキルは重要だよ。ぜひお試しあれ。スキルって？スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣将アッサムは特殊な方法を用い、その技術を武器に封じ込めた。ボーディブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。武器を使い続けることでその武器に宿ったスキルを装備者に還元することができる。お嬢さん物知りだな。まあそういうこった。昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありました。へえ、ボーディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢いってものさ。スキルのない単純に攻撃力の高い武器もある。武器に封じ込められたスキルはその武器を装備した時点でお前さんのボーディブラスティアに収められる。その武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるが、もしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけない。スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。スキルを何個かセットするとそのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればフレックの門が浮かび上がる。この門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表している。どう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ。全部説明してると日が暮れちまうんでな。今ので分かったか。なかなか物分かりがいいな。お嬢さんの読んでる本にその辺のことは全部書いてあるぞ。おさん、こんな場所で商売やって繁盛してんの？いや、俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がね。だそうだぞ。聞いてないと。え？何か言いました？情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。ありがとうございます。その本面白いの？面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。Thank you.
おいおい、こんにちは。あの、何が見えるんです？人の営み、飽くなき生きることへの執着。うん、どうして人はそうまでして生きる？独占された技術を奪い合い、大切なものを傷つけてまでして。うん、ブラスティアのことか。人の気持ちまではわからねえけど、何の因果がこの世に生まれてきちまった以上、やれるだけのことをして精一杯生きようとするのは普通のことだと俺は思うぜ。それもまた真理か。あ、おい、行っちゃいました。何だったんでしょう。さあな、暑いと変なのが増えるって言うしな。暑いです？早々にとんでもないもんにあったな。俺なんかついてんのか。怪我まで治してもらって本当に助かりました。
みんなが無事で本当によかった。あれ？安心した途端それかよ。結界の外って凶暴な魔物がたくさんいてこんなに危険だったんですね。あんな大群で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか？そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術が蘇ればいいのに。それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。だからなぜに通さんのだ。魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるものを。簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力を侮るというのだな。やめろ。邪魔するな。先の仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らす。おい、これだからギルドの連中は。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに。騎士に捕まるのも面倒だ。別の道を探そう。すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たく、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。なんだよ。ごめんなさい、フレンが話してた通りの人なんだと思って。目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。今度会ったらお互い様だってユーリが言ってたって伝えといてくれ。わかりました。ねえ、あなた、私の下で働かない？報酬は弾むわよ。
ボスに対して失礼だぞ。返事はどうした？名乗りもせずに金で釣るのは失礼って言わないんだな。いや、勉強になったわ。お前！予想通り面白い子ね。私はギルド・ド・マルシェのカウフマンよ。商売から流通までを仕切らせてもらってるわ。ふん、ギルドね。私今困ってるのよ、この地響きの元凶のせいで。あんま想像したくねえけど、これって魔物の仕業なのか？ええ、平原の主のね。平原の主？魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか？先を急いでるんです。さあ、平原の主が去るのを待つしかないんじゃない？焦っても仕方ねえってわけだ。待ってなんていられません。私他の人にも聞いてきます。流通まで取り仕切ってるのに別の道本当に知らないの？主さえ去ればあなたを雇って強行突破って作戦があるけど、協力する気は？護衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。冗談はやめてよね。私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに今さら助けてくれはないでしょう。当然騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ。へえ、自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだな。そのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわ。ならその根性で平原の主も何とかしてくれ。ここから西、クオイの森に行きなさい。その森を抜ければ平原の向こうに出られるわ。けどあんたらはそこを通らないってことは何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子はもっと好きだけど。礼は言っとくよ。ありがとなお姉さん。仕事の話はまた縁があれば。エステル、ちょっと休憩です。魔物が去るまでこんな場所で待ったりしませんから。あ、そう。じゃあ一人で抜け道を行くことにするわ。え、分かったんですか？あ、待ってください。さっきの道を教えてくれたお姉さん、ギルドの人間だって言ってたな。ギルド・ド・マルシェのカウフマンさんですね。帝国の市民権捨てて自分たちで自由に生きてる連中か。ユーリはギルドに興味があるんです？いや、興味ってがちと珍しくてな。帝都には騎士の護衛は受けないなんて着物座ったギルドの人間いなかったからさ。この先もギルドの方々に会う機会があるかもしれませんね。あのお姉さんみたいに推しの強いのはちと勘弁だけどな。
の場所にある森ってまさかクオイの森？ご名答、よく知ってるな。クオイに踏み入る者、その身に呪い降りかかると。なるほど、それがお楽しみってわけか。行かないのか？あ、俺はいいけど、フレンはどうすんの？わかりました、行きましょう。ケンフル姿が様になってますね、ユーリー。エステルもなかなかのもんだぜ。そうですか、先生には叱られっぱなしでしたが。まあ、あんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユーリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？違うんですか？だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか、よく見てるな。はい、人を見るの好きなんです。足元がひんやりします。まさかこれが呪い？どんな呪いだよ。木の下に埋められた死体から呪いの声がじわじわと這い上がり、私たちを道連れに。おいおい、あれは？これブラスティアか？なんでこんな場所に。少し休憩しよう。大丈夫です。あれ、これは？大丈夫か？少し頭が。でも平気です。私、一体。突然倒れたんだよ。なんか身に覚えないか？もしかしたら、エアルに酔ったのかもしれません。エアルって、ブラスティア動かす燃料みたいなもんだろ？目には見えないけど、大気中に紛れてるってやつ。はい、そのエアルです。濃いエアルは人体に悪い影響を与えると前に本で読みました。だとすると呪いの噂ってのはそのせいなのかもな。倒れたばっかなんだ、もうちょいゆっくりしとけ。そうはいきません、早くフレンに追いつかないと。また倒れて今度は一晩中起きなかったらどうすんだよ。でも、そうですよね。これで腹ごしらえはやっぱり無理か。とても美味しいです。ちょっと待ってな、簡単なもんなら作れっから。ユーリは料理できるんです？城のコックと比べんなよ。
下町育ちで勝手に覚えた簡単な料理だからな。クレンが危険なのにユリは心配ではないんです。ん？そう見える？はい。実際心配してねえからな。あいつなら自分で何とかしちまうだろうし、あいつを狙ってる連中には本当同情するよ。え？ガキの頃から何やってもフレンには勝てなかったもんな。かけっこだろうが剣だろうが、その上余裕かましてこう言うんだぜ。大丈夫？ユリってさ。羨ましいな。私にはそういう人誰もいないから。いても口うるさいだけだぞ。おい、できた。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。すごく美味しかったです。私なんて料理をしたこともないのに。剣や魔術と同じ、やらないと覚えられないもんだ。料理なんてレシピを手に入れて練習すれば作れるようになるさ。レシピを手に入れて練習ですか？じゃあ俺がお手本見せるよ。見てな。料理は命の選択だな。うまい料理を食えば体力を取り戻せることもあるし、それ以外にも料理によっていろいろ効果があるんだ。ま、今俺が人に食べさせられる料理レシピでと超食材。はい。手際いいですね。私うまくできるかどうか自信はないです。まあ人には得て不得てがあるからな。レシピを見ればその通りにできるってわけでもないし。そうなんです。じゃあ失敗とか。まあそうならないように味見するんだろうけど、しないやつもたまにいるからな。味見？味見を知らねえのか？まあ城に住んでる貴族のお嬢様だもんな。それが普通だろ。貴族のお嬢様。どうした、ラピード？さてそろそろ行くか。この森、本当に砦の向こうに抜けられるんですか？抜けられなければ戻りゃいいって。もし呪いでカエルや蛇になったりしたらどうしましょう？そうしたら俺が責任持って面倒を見てやるよ。面倒見るって？心配するな。子供の頃カエルもヘビも飼ってたことがある。世話の仕方はバッチリだぜ。私、ユーリがカエルやヘビになったらお世話する自信ありませんよ。私が気を失っている間、ラピードが枕になってくれていたんですね。ありがとうございました。何やってんだ？ラピードにお礼を。ラピード？いないぞ。え？あれ？私、嫌われてるんでしょうか？まあ、あいつは誰にだってそっけないからな。私も仲良くなれるように頑張ります。
忙しいガキだな。大丈夫ですよ。あれ、魔物が女の人に。ったく、何やってんだか。僕はカロル・カペル。魔物を買って世界を渡り歩くギルド魔界の剣の一員さ。俺はユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。ちょっとユーリ、ごめんなさい。で、ああ、待って待って待って。二人は森に入りたくてここに来たんでしょ。なら僕が。いえ、私たち森を抜けてここまで来たんです。今から花の町ハルルに行きます。嘘、呪いの森を。あ、ならエッグベア見なかった？ユーリ、知ってます？さあ、見てねえと思うぞ。そっか、なら僕も町に戻ろうかな。あんまり待たせると絶対に怒るし。二人だけじゃ心配だから、曲がりの剣のエースである僕が町まで一緒に行ってあげるよ。ほらほら、なんたって僕はブラスティアだって持ってるんだよ。あれ、二人ともなんでブラスティア持ってるの？ならこれでどうだ。魔物の情報ですね。でも途中から全部白紙ですよ。これからどんどん増えていく予定なの。ちょっと、ねえ、勝手に書き込まないでよ。エースの腕前も剣が折れちゃ披露できねえな。いやだな、こんなのただのハンデだよ。あれ、なんかいい感じ。仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細くじゃなくて退屈でさ。ああそうだな。あーカロル、後ろに魔物が。で、悪い、見間違いだった。ちょっと脅かさないでよ。急に賑やかになりましたね。